キリン×東京タワー東京キリンランドのキリン降臨イベント追加降臨決定。追加降臨日は9月9日土曜日。事前チケットの購入は概要欄リンクより。イベント限定のグッズもネット販売を開始。今日の賢者タイムで降臨イベントの感想も話してます。こんにちは。人間には様々な感情が潜んでいますが、もしかするとその感情は思いが強ければ強いほど物理的な法則を超えて表に現れてくるのかもしれません。ということで今回は被害者の夢に苦しんだ窃盗犯、逃走犯をホームレスにした亡霊、幽霊に脅され続けた男など、まるで命を奪われてしまった被害者の霊が事件解決に導いたとでも思えるかのような事例を3つほどご紹介していきたいと思います。では行く。お仕置き。2009年9月、大阪府泉佐野市で軽自動車を盗んだとして20代の男3人が逮捕されました。そして男たちは窃盗の罪を認めるのですが、勾留期限を目前に取調べ官が最後に何か言うことはないかと問いただしたところ、当時26歳の中島光明は思い詰めた様子で友人の A さんを手にかけ海に捨てたと打ち明けました。また驚くべきことに、中島の友人であり窃盗罪で共に逮捕されていた当時27歳の米粒明も犯行に関与したことを認め、一連の経緯について話し始めました。何でも2人は窃盗罪で逮捕される5ヶ月前の2009年4月に、遊び仲間であった男子高校生から当時19歳の青年 A さんに貸したはずのバイクやゲーム機が返ってこないと相談されたことをきっかけに、 A さんへのお仕置きとして100発以上殴る、頭部をサッカーボールのように蹴るといった激しい暴行を加えたそうです。そして意識不明となった A さんを病院に連れて行くこともなく、3日間ほど米粒の自宅に放置したことで A さんは息絶えてしまいました。そこで A さんの遺体を処理するために協議した結果、ドラム缶の中に入れて海に捨てようと決め、中島は当日中にドラム缶を用意しています。また中島と米粒の他に当時24歳の江崎義和と当時17歳で高校3年生の少女2人の計3人が計画に加担し、5人は車2台で福井県へと向かっています。そうして5人は福井県大井町にある雑木林にたどり着くと、 A さんをドラム缶の中に押し込み、つっかえ棒で固定してから土のうや石を重し代わりに詰め込んでいます。またドラム缶が浮いてこないよう内部の空気を逃がすための穴を数箇所開けており、蓋をしっかりと封印するなど念入りな細工を重ねています。そして青戸の大橋という高さ20メートルの橋の上から小浜湾へドラム缶を投げ捨てると、何事もなかったかのように大阪に戻っています。しかし中島と米粒は事件後に A さんが何度も夢に出てきて眠れなかったそうで、一連の経緯を説明するとほっとしたような表情を見せ、取調べ官に感謝の言葉を述べています。そうして2人の供述をきっかけに、大阪府警と福井県警は捜査本部を設置し、ドラム缶の中から白骨化した A さんの遺体を発見したことで関係者全員が逮捕されています。しかし主犯の2人が両親の呵責に苛まれていた一方で、事件に関与した2人の女子高生は逮捕前日まで何ら変わった様子もなく学生生活を楽しんでいたと言われています。そして2010年に開かれた裁判では、裁判長から人間性の欠片も感じさせない行為として非難された上で、米粒に懲役14年、中島に懲役13年、また江崎には懲役12年の判決が下されているのですが、少女2人の行く末については公表されていません。そんな本事件は軽自動車の盗難事件から始まり、犯人自らが被害者の夢に苦しんだことで過去の滞在を自白するという驚きの展開を迎えて幕を閉じました。おそらく被害者に対する罪悪感から2人がたまたま同じような夢を見ていたということかと思いますが、それにしても2人が揃って自白するというのはいささか不思議な展開と言えるでしょう。7年間の悪夢。1997年、大阪府内のとあるカラオケ喫茶にて、当時55歳の江藤久志と60代の T 夫婦が出会いました。T 夫婦は1995年に兵庫県で発生した震災の影響で自宅を失い、大阪府堺市に移住したばかりで、当時はまだ禁止されていなかったアスベストの製造会社を経営していたそうです。その一方で、運転手の仕事をしていた江藤は、遊び金欲しさに借金を繰り返し、返済もろくにできていなかったにもかかわらず、さらに金が欲しいと考えていました。
そんなある日、江藤は風の噂で T 夫婦は多額の資産を持っているという情報をつかみ、強盗計画を思いつきます。そこで江藤は実弟や仲間を引き連れて無計画に T 夫婦の自宅に向かっているのですが、この時 T 夫婦の家には来客があったことから犯行を断念して引き返しています。しかし江藤は犯行を認めきれず、後日知人と共に大阪市西成区へと向かい、日雇い労働者に対して借金の取り立てに行くので相手を縛ってくれたら5万円払うという口実で犯行に加担させるよう仕向けています。そうしてこの時依頼を持ちかけられた2人の日雇い労働者は、江藤の名前さえも知らないまま出会って1時間ほどで計画に協力しました。そしてこの日、江藤と江藤の知人、日雇い労働者の男2人からなる合計4人で堺市に暮らす T 夫婦の自宅に向かっており、何も知らない T 夫婦は顔見知りの江藤が訪ねてきたと認識して歓迎したそうです。しかし江藤の合図をきっかけに3人の共犯者たちは T 夫婦へと襲いかかり、ロープで縛り上げると家を出ています。またこの時江藤は T 夫婦が経営する工場のシャッターに休業を装う張り紙をしており、3人が T 夫婦を縛り付けた後に1人で T 夫婦の自宅内に押しかけています。そうして江藤は T 夫婦の妻に江藤宛ての委任状や借用書を作成させると、夫婦の首元を締め付け無理やり命を奪いました。またその後江藤は T 夫婦の自宅にあった現金15万円やハンドバッグ、夫婦が所持していた山林の権利書を持ち去っています。しかし5万円の報酬という条件で犯行に加担させた2人の日雇い労働者には現金2000円しか渡さなかったとのことです。そして犯行翌日、江藤は車に夫婦の遺体を乗せて河内長野市内の畑に向かうと、ショベルカーを使って2人を埋めようとするのですが、畑の所有者に通報されたことであっけなく逮捕されてしまいます。そうしてその後の裁判においては一審判決で計画的かつ確定的な殺意があったとして死刑判決が下されており、控訴上告ともに棄却されたことで刑は確定しています。また共犯者の一人である江藤の知人も事件発覚直後に逮捕されたことで懲役10年の判決を受けています。しかしその一方で警察は残りの共犯者である日雇い労働者2人の身元を特定できずにいました。そしていたずらに時間ばかりが過ぎてしまうのですが、事件から7年の月日が流れた2004年7月に大阪市の西成署を訪れた一人のホームレスが犯行を自首します。なんでも中平慎次郎と名乗るその男は犯行に加担してから何度も脳裏に T 夫婦のもがき苦しむ姿が蘇ったそうで、その光景は月日が経つにつれ鮮明になったといいます。また次第に毎晩のように T 夫婦が枕元に立つようになったとのことで、悪夢にうなされて眠れず日雇い労働の仕事が手につかなくなり、西成区内でホームレスとして生活するようになります。そんな生活が7年ほど続くのですが、2004年の夏に酷暑が続いたことで中平は熱中症を発症し、西成署に助けを求めました。ちなみに西成署では毎年夏になると多くのホームレスが熱中症を理由に駆け込んでくるのだそうで、この時中平を見た署員はスムーズに入院の手続きをしています。しかし中平は警察署で助けてもらうことにさらなる罪悪感を感じたのか、病院に向かう直前に担当職員に対して被害者夫婦が夢に出てくると語り、事件当時金をもらって手足を押さえ T 夫婦を紐で縛ったと自白しました。そうして中平は退院後に強盗殺人容疑で逮捕され、裁判では懲役8年の実刑判決が下されました。しかし事件当時中平と共に犯行に加担した日雇い労働者の男は未だに逮捕されておらず、現在もどこかに潜伏しているのではないかと考えられています。取り付く男。2002年のある日、日本から遠く離れた南アフリカで被害者の霊が事件の解決を導いたと言われています。本事件の犯人であるジョン・ウクナは仲間2人と共謀し、知人男性を拉致した挙句ガソリンをかけて焼死させるという凄惨な犯行に及びました。そして被害者男性の黒焦げになった遺体はたまたま通りかかった牛飼いによって発見され、その後の通報によって捜査が始まります。しかしこの時すでに事件の主犯であるジョン・ウクナは隣町へ逃亡していました。ところが事件から間もなくしてジョン・ウクナには被害者男性の霊がまとわりつくようになって
ったそうです。またジョン・ウクナ曰く、毎晩のように被害者男性の霊の声が聞こえたそうで、次第に被害者男性からは、俺の家族にお前が犯人だと言え、そうすれば平穏に眠れるようになる、さもなくばお前は俺の二の舞だなどと脅され続けます。そのためジョン・ウクナは被害者男性の霊から逃れられないことを悟り、霊から指示された通りに被害者遺族へ犯行を自白しています。その後は共犯者の2人と共に逮捕されるのですが、なぜか共犯者2人は不起訴処分となりました。そのためジョン・ウクナは裁判で自らも無実であると主張するのですが、遺族への自白が決め手となり、懲役15年の判決が下されています。この事件では犯人の夢の中で被害者男性が指示したように、遺族への自白がなければ犯人は罪を免れていた可能性が考えられます。そのため真相は定かではありませんが、もし仮に犯人の言う通り夢に現れたのが被害者男性の霊だったのであれば、単にジョン・ウクナを脅すために霊として姿を現したわけではなく、事件解決を強く望んで出現したということなのかもしれません。東京タワー×キリン、キリンランド開園決定。様々なコンテンツにキリン降臨イベント、詳しくは概要欄へ。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て不思議なこともあると思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもやってるので概要欄からフォローお願いします。あと VTuber チャンネルで生放送もしてるので、概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者タイムなんですけれども、なんとですね、東京キリンランドの追加降臨が決定ということで、9月9日土曜日になります。ありがとうございます。はい、これはですね、一応今回土曜日ということで、他の降臨日が日曜日と平日ってことで、まあ、土曜日だと結構遠方から来る方も、まあ、来る、時だタイミングだったり帰るタイミングっていうのを結構ゆっくりできるんじゃないかなっていうことで、まあ、土曜日も1日ぐらいやった方がいいという話し合いの結果ね、追加させてもらうことになりました。ありがとうございます。はい、で、まあ、急遽決定したんで、この9月9日こそが最大の穴場であると、そうですね、そういう感じになるとは思います。はい、で、2日目ね、昨日やったわけなんですけど、もうめっちゃ最高でしたね。ありがとうございます。動画でね、直前に告知したこともあって、結果的にですね、初日と同じぐらいの、人がですね、たくさんの人が来てくれて、本当にありがたかったです。なんか有給取ってきてくれた方とかね、平日だったんでいらっしゃって、もうめっちゃありがたかったですね。はい、で、参加者のね、皆さんの感想とかもね、ハッシュタグ東京キリンなどで、ツイッター、まあ、X の方でね、つぶやいてもらってるんですけど、めちゃめちゃね、いっぱい投稿してくれて、しかもめっちゃね、これは大好評と言ってね、いいんじゃないかなと思います。すごい楽しかったよみたいな、ご意見でめちゃめちゃいただけるんで、それがまたね、超嬉しいっていうことで、はい、で、まあ、参加者の感想としてはもう楽しかった、まあ、いろいろ遊べて楽しかったとかいうのと、まあ、幸せでしたみたいなとか、陰キャとかぼっちにもキリンは優しいとかあと謎解きイベントはまあ結構いい感じの難易度、優しすぎず難しすぎずみたいな。はい、で、あとグッズとかをね、いっぱい買ってくれた方は、結構ティッシュのおまけがつくんで、ティッシュめちゃくちゃもらって、まあ、はかどりますと。まあ、ティッシュの用途はね、無限大なので、はい、いいんじゃないかなと。はい。で、まあ、僕の感想としてはですね、ちょっとね、2日目なんで、ちょっと正直、ちょっと慣れましたね、初日と比べて。はい。結構落ち着いて臨むことができて、めっちゃ楽しかったですね。で、結構リピーターの方とかもね、初日来てくれた方がまた来てくれたりとかね、もあったりとかして。はい。で、あと気になったのが、ついにね、このキリンランド、本家本元の東京ディズニーランドから目をつけられてしまっています。はい。ですね、昨日のイベントでですね、本当別の組なんですけど、別々の方で、約3組ほどね、東京ディズニーランドの職員の方、なぜかいらっしゃいました。なんでその3組も来るかっていう、普通こんないろんな職業あるにもかかわらず、これはちょっと東京ディズニーランドから、東京キリンランド、なんかパクリの遊園地が開催されてるということで、目をつけられてる可能性が高いですね。十分気をつけてください、皆さんも。ディズニーランドは相当怖いので。ということでね、ディズニーランドで働いてる、職員さんのキリンファンの方も遊びに来てくれたということで、めっちゃ嬉しかったですね。はい、あとですね、握手をね、するんですよ、最後。サインして撮影して、最後握手するんですけど、僕も握手普段慣れてないし、その参加者の方も普段握手慣れてないのか、普通だったら、まあ、僕の左手、僕の右手の間に、参加者の人の右手が来て、
ガチってアクションするってことだと思うんですけど、それがうまくいかずに、なんか、ってなって、僕の右手と参加者の右手、僕の左手と参加者の左手が、で、なんかこう、こういうなんか謎の、握手でもない、なんか、謎の、なんか両手握りみたいなことになってたことがめっちゃありましたね。これ結構心当たりある方も結構いるんじゃないでしょうか。これなんかね、すごい、起きました、いっぱい。握手し慣れてない者同士が握手しようとすると、結構こういう事故が起こるっていうね。はい。っていうのもちょっと面白かったですね。はい。ということでですね。まあ、9月9日来てくれる方は、事前チケットの方が、一応概要欄から購入できるので、事前チケットがまあ間違いないです。まあ、一応入場制限も一応あると。まあ、多分大丈夫とは思うんですけど、なので、まあ、間違いないかなと。はい。で、サイン会、の並びが15時半から。で、16時から、イベント開始って感じになってます。あと、その他注意点も概要欄に載っけておくので、参加者は見ておいてください。と、あとは、グッズのネット販売もね、開始してるので、そちらも概要欄から、販売ページに飛べるので、よかったら見てみてくださいということでした。ということで急遽ね、現れた3日目ということなんでね、参加もししてくれる方は楽しみに、しておりますので、よかったらお待ちしております。あと最終日もねあるので、最終日楽しみにしてますということでした。さよなら。